皆さんこんにちは、佐岡修でございます。さあ本日はですね、もう待望の方々がもうめちゃくちゃいらっしゃるようなですね、堺に続いてのまあ超大型のですね大注目モデルがですね発売ということで、ヒップホップアーティストのねトラビス・スコットとナイキの、ジョーダンのコラボによるですねエアージョーダン6カクタスジャックが、発売日ということで、もれなくですねドーバーストリートマーケット銀座そしてナイキラボ、私事前抽選をですね申し込んでいたんですけれども、まあどちらも見事に外れております。そしてあのゆるゆるのアトモスのドレスコードも持ってないと、並びやばいらしいですよ、1000人とか。そりゃあのゆるさだったらそんぐらいいっちゃうよって感じだと思うんですけれども、私はおとなしく、自宅でですね、まあ、恒例のスニーカーチャレンジしていきたいなというふうに思っております。ここで当てたらやばいっすよね、まあ、トラビス系はね僕全く縁ないですし、まあ、堺と同じですけれども、まあ、ちょっと今回の AJ6 ね、パリ・サンジェルマンに引き続きちょっと一足ね、確保していきたいなぁなんていうふうには思っております。ということで現在ね、8時57分ということでね、3分前なんですけども、今回はね、抽選式ということなので、で先着順でね、多分30分くらいあるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ちょっとね、申し込んでって、結果の方ね、すぐ出していきたいなっていうふうに思っております。頑張ってくれ、俺のスニーカーズ！それでは行ってみましょう！さあということでもうすぐ、抽選が開始なんですが、まあ、今回はねアパレルも合わせて発売されるようですね。でもこれスニーカー持ってないってちょっと意味ないような気がするっすけどね。まあでも可愛いんで一応ちょっとアパレルもね1点だけ申し込みたいのがあるので、ちょっとそれも申し込んでいこうかなというふうに思っております。さあ来るぞ。はい来ました。あ今回10分だけだ。はー、あーちょっと重いねこれは。あ来た。さあ抽選販売、抽選販売、今回10分だけなんですね。エアジョーダン1の時とかね30分間でしたけどね。このね灰色のパーカーは可愛いなと思ってるので。高っ、1万6000もすんのこれ。まあでも一応抽選販売申し込んでこう。はい、ということでこの T シャツどうだろうな。 T シャツも一応これ可愛いですね、ジョーダンとトラビス・スコットが共同してるこの T シャツもいただきますか。はい、ということで、トレーナー1着そして T シャツとですね、感じのエージョーダン6の、申し込みが今完了いたしました。まあ10分間ということなんでね、まあすぐ結果来ると思うんですけれども、いやドキドキするなぁ。まあここでねちょっと10分間待ちたいと思います。さあ頑張れ。さあということでね、あと1分という、ところまで今来たんですけれども、まあ改めてやっぱ見るとね、このソールがねグローインザダークといって、蓄光のね光を貯めて夜になるとこう発光するようなですね、まあ、作りになってるってところもこう人をアクセントね加わってて面白いなと思うし、まあ、このバッグですよね。このねコラボ恒例のですねポケットだったりバッグみたいなのがですね、まあ、ついているわけなんですけれども、さあいよいよ来るぞ、楽しみだな。109、8、7、6、5、4、3、2、1、0ということで締め切られましたね。さあ果たして結果やいかにですな。ぜひ早めにね結果はいただきたいですね。いやこのヒール部分のカクタスジャックのロゴとナイキアの共同もまたこれ可愛いんだわな。さあ結果来るかな。まあ、でもパリ・サンジェルマンのねあの AJ6 の流れを組んで今回当たってほしいな。早い人は多分2、3分で来んじゃないかな。っていうかまあ当たった人は早いと思うんだよな。さあ早く来てくれ。ポケット何入れるのがいいんだろうな。小銭このサイズで入れたものって小銭ぐらいしかないよな。さあ来るのか。あーあーびっくりした。ああびっくりしたびっくりしたびっくりした。ああでもトレーナーは落選が出ましたね。びっくりした。スニーカーはどうなの。
あー、 T シャツもダメだ。この流れで来ちゃうの。スニーカー来ないんかい。スニーカー来ないんかい。とりあえずアパレルはどっちもダメでしたね。あー、スニーカーもダメだ。落選です。はい、ということでですね、まあ今回も漏れなく全部落ちちゃいましたね。まあもうこれはしょうがないですけどね。実際どうなんだろう。今日はまあナイキラボとかね、まあ当たった人はまあ確実に買えてるとは思いますけれども、番号が良ければね。まあアトモスとかどんくらいの足数なんでしょうね。多分1000人のうち40足とかじゃないですか。40とか50だと思いますよ、僕的には。まあ過酷な抽選になってますよ。まあ東京23がまあ一番あれなんじゃないかな、穴場というか。まあどれこもちょっと渋いラインだったし、競争人数は少ないんじゃないかなとは思うんですけれども、もしね、あの東京23とかアトモスとかね、並んだ方とかいらっしゃったら、ぜひねコメントの方で教えていただきたいなというふうに思いますし、アトモスの方もね、果たしてどれくらいだったのかってのもすごく気になるので、ぜひね、もしあの情報持ってる人がいたら、ぜひぜひコメント欄の方で教えてください。さあ、ということでですね、まあ今回も漏れなく、落選ということでですね、まあいつも通りの日常でございますけれども、昨日のね、夜中に出したあのポンプフィーリーブーストのですね動画、もし見てない方いたらぜひぜひ見てください。今日のね発売だったんですけれども、まあこれからねカラー展開、あの他のカラーの展開もあるらしいので、まあぜひね参考にしていただければなというふうに思っております。それでは今回の動画がね面白かったと思ってくださった方、ぜひぜひ高評価のグッドボタン、そしてですねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。いやー、それにしてもなー、まあね、ちょっと気を取り直して、今週来週とね、まあとりあえず皆さん台風がね、大変ですので、地球史上最大級にヤバいらしいので、ぜひ皆さん外とかね出かけず、家で安全とね食料とあと水とかね確保しながら、無事ね怪我なく過ごしていただければなというふうに思っております。それではまた次回の動画でお待ちしております。 See you next movie! じゃあねー。